問題 1, 1問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。1番 男の人と女の人が話しています。女の人はどうしますかもしもし、家をいつもより早く出たのに、やっと今東京空港に着いたところ。上海に着いたら電話するわ。ああ、それね。うちから上海空港まで遠いんだ。だから飛行機に乗る前に電話して。着く頃を迎えに行くから。 ああ、そうなの。わかったわ。よろしくお願いします。女の人はどうしますか 2番。2> 先生が生徒に話しています。生徒はこれから何を書き加えなければなりませんか今日は北海道のお友達に手紙を出します。皆さん、学校のこと書いてきましたねはーい、いっぱい書いてきました。では、封筒に宛名を書きましょう。 学校の名前とお友達の名前、それと裏に自分の名前と学年も書きましょう。先生、わからない字はひらがなでいいですかいいですよ。おや、何か忘れていませんかはい、切手が貼ってありません。それは学校でまとめて出しますからいいです。何か、 数字が抜けているようですけどあわかりましたこれを最初に書くんですよね生徒はこれから何を書き加えなければなりませんか 3番。男の人が話しています。明日の午前はどんな予定ですかこれから明日の予定を言う。5時に起きる。起きたらすぐ公園の周りを10周走る。ええー、朝ごはん食べないでですか食事は後だ。試合のビデオは見ないんですかそうだな。 まだ目が開かないのもいるだろうから、それを先に30分見るか。それがいいです。それからボールを使った練習を1時間する。え1時間もですかサッカーは90分だからな。まだ足りないくらいだ。はーい。終わったらシャワーと食事が待ってるぞ。でも食べすぎるなよ。午後は最初に走るからな。 明日の午前はどんな予定ですか4番女の人が大森さんと話しています。大森さんは ご主人から何をプレゼントされましたかまあ、大森さん、新しいカバンね。ご主人からの誕生日プレゼントこれこれ、自分で買ったのよ。じゃあ、プレゼントはたまにはゆっくり一人でコンサートでも聞きに行ったらって、これもらったの。まあ、 お優しいのね、ご主人。実は、私は指輪が欲しかったんだけど。ところで、お誕生日にご主人から何をもらったのこれ。わー、すごい。高かったんじゃないの三百万なんだって。羨ましいわ。 大森さんは、ご主人から何をプレゼントされましたか5番女の人が、昔の写真を見ながら話しています。 どの写真ですかうわあ、懐かしいなこれ3歳の誕生日の写真よ。テーブルの上に大きなケーキが乗っていて、ろうそくに火をつけたところお父さんが撮ってくれたの。おばあちゃんが元気だったのよね。この真ん中で自分の誕生日みたいな顔しているのが2歳上の兄。 この頃からお母さんにで陽気だったのねどの写真ですか 6番。お母さんと男の子が電話で話しています。男の子は、りんごをいくつ買ってきますかああ、お母さん。りんごは、1個100円のと、200円のとあるけど、どうする ?2000 円で買えるだけ買ってきて、多い方がいいの。じゃあ、100円のでいいのああ、待って。 今日はお客さんが来るから大きかったり小さかったりではまずいわね。じゃあみんな200円のにして。わかった。男の子はリンゴをいくつ買ってきますか 問題2問題2では、まず、質問を聞いてください。その後、問題用紙を見てください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを1つ選んでください。 一番男の人と女の人が話しています。男の人はなぜ眠いのですか なんだか眠そうね。夜遅くまでテレビ見ていたんじゃないのそんなことないよ。十時にはベッドに入っていたよ。だけど眠れないんだ。何か心配事でもあるの会社の経営が厳しくなって大変だと耳にしたけど。そりゃ上の人の心配事なんだ。困っていることは眠れないことぐらいだよ。 運動不足なんじゃないの先週から車で会社来てるんでしょああ、そのせいかな。男の人はなぜ眠いのですか 2>, 2番男の人と女の人が話しています。高橋という人はどうして男の人を相手にしなかったのですか 高橋さんってちょっと変わっているんじゃない？どうしてこの間映画館で見かけたから声をかけたんだ。でも僕のことなんて知らないって言うんだ。変でしょ。あ分かった。映画館であったのは、お兄さんの方よえ。どういうこと？つまり双子なのよ。彼らはなるほど。見間違えるわけだね。そうなのよ。 背も同じぐらいだったし、弟さんと同じような服だし。あの二人は本当によく似ているから私もよく間違えるのよ。だから知らない人が見たらわかるはずはないわね。高橋という人はどうして男の人を相手にしなかったのですか 3番、男の人と女の人が話しています男の人はどうして会社を辞めますか 今の会社辞めようかなと思っているんだえ辞めるのもしかして辞めさせられるんじゃないでしょうねいや自分からだよそういえば上司と会わないって言ってたわよねまあそれは我慢できるんだけど仕事が忙しい割にほらあれだろうそうよねお子さんもできたことだし 大変だわよね。男の人はどうして会社を辞めますか 4番先生が生徒に話しています。明日何時にどこに集まりますか みんな、よく聞いてくれよ。明日は9時に駅の南口に集まることになっていたけど、南口は他の学校も集まるので、北口に変わった。時間も30分早くなった。いいか北口30分早くだぞ。間違えるなよ。明日。 りますか。五番。女の人が話しています。の初、多くの人はこの店のカレーを どう思っていましたかこの店のカレーは最初その辛さが 今までにないというので100人中80人が好きだと言いました。ですけど辛いのは体に良くないと言われ始めてから半分になってしまいました。そこで味をソフトに変えました。すると60人にまで上がりました。それでは普通のカレーと変わらないというので、 今は最初の4分の1まで落ちています。最初多くの人はこの店のカレーをどう思っていましたか 6番男の人と女の人が話しています男の人は今度のテニスをどう思っていますか 昨日テニスの試合勝ったんだって相手が弱かったんじゃないのそんなことないよ。第一弱い相手に勝っても嬉しくなんかないよ。相手が強いほど勝つのが嬉しいんだよ。本当男の人は今度のテニスをどう思っていますか 問題3では問題用紙に何も印刷されていませんこの問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です話の前に質問はありませんまず話を聞いてくださいそれから 質問と選択肢を聞いて1から4の中から最も良いものを1つ選んでください1番男の人と女の人が話しています明日は友達が8人来るんだテーブルはこのままじゃ座りきれないな今 壁につけてあるけど、離したらどうかしら。そしたら、壁のところにも座れるんじゃないそうか。じゃあ、そっち持って。動かしてみよう。よいしょっと。ダメね。家具の前には座れないから、10人は無理ね。そうだ。向きを変えればいいんだよ。もう一度持って。よいしょこれなら、10人座れるわね。 話の内容はどのようなことですか ?1、来る友達の人数2、テーブルの置き方3、人の座り方4、椅子の数 2番。2> 女の人が話しています。昨日、私が電車に乗っていた時、私の向かいに10代後半らしい女性が2人座っていました。1人は顔がとても綺麗でしたが、話の中でこの人が、最近うちのババアがうざくてさぁ、と言ったのでびっくりしました。まあ普段は、 私たち自身も言葉遣いが悪く、友達同士と、お前とか、死ねえ、とか、きもいなどと平気で言い合っています。気をつけなければと思いますが、テレビに出ている人が下品で乱暴な言葉遣いをしていると、すぐ真似をしてしまいます。テレビの影響は大きいので、配慮する必要があるのではないでしょうか。 女の人の言いたいのはどのようなことですか ?1、乗車の時のマナーを守ること2、両親に対して丁寧な言葉を使うこと3、言葉遣いに注意すること、4. テレビの番組が良くないこと三番女の人と男の人が話していますこんな山の中の村でもバスが走っているんですねそうなんですよ 一日二往復しかないんですけどね。お年寄りが病院や買い物に街へ行く時間に合わせてあるんです。それは助かりますね。それに、このバスは人ばかりでなく人が必要とするものまで運ぶんです。牛まで乗せるんですよ。ええ、本当ですかそれは冗談ですけどね。 男の人は、この村のバスをどう思っていますか ?1.1 日2往復しかないので不便です。2. 人だけでなく物も運ぶのでありがたいです。3. お年寄りしか乗せないので不便です。4. 牛まで乗せてくれるのでありがたいです問題4問題4では絵を見ながら質問を聞いてください矢印の人は 何と言いますか ?1 から3の中から最も良いものを一つ選んでください。1番先生に飲み会に来てもらいたいです。何と言いますか ?1 先生 飲み会にぜひ参加していただけないでしょうか。2、先生、飲み会に行かなければどこへ行きたいでしょうか。3、先生、飲み会に出て気分を良くしてくれないでしょうか。 2番、2> 今度の仕事をやってみたいです。何と言いますか ?1, 1.、今度の仕事、をぜひやらせてください。2、今度の仕事、きっとやってあげます。3、今度の仕事、うまく進んで嬉しいです。 3番届けてくれた荷物が破れています。何と文句を言いますか ?1、ごめんなさい、謝ります。2、届いたら文句はないよ。3、一体どうしたのひどいわ。 4番、ガイドとして案内します。何と言いますか ?1、皆さん、私の前に行かないでください。2、皆さん、私の後についてください。3、皆さん、私の前後を見てください。 問題5問題5では問題用紙に何も印刷されていません。まず文を聞いてください。それからその返事を聞いて、1から3の中から最も良いものを一つ選んでください。 一番、これ、スイス製の腕時計じゃない一、ねえ、なんだろう。二、ええ、今、探しているんだ。三、そうじゃない 2番 2> 帰りが遅くなるんだったら電話してね 1>, 1「うんわかった」2「遅れてすいません」3「A、ええ」しておいたの。 来月新しいマンションに引っ越されるとか1いいえ新しいところですよ2ええそうなんですよ3うーんそうだったかな 4番山田くん遅いねどうしたんだろう1もうそろそろ来るんじゃない ?2 何分間遅くなると思う ?3 さっきまで何をしていたの 5番、このごろ日本語が面白くなってきました。1>, 1、それは何よりです。2、上手になるまでよね。3、ええ、おかげさまで。 6番、ちょっとお願いがあるんですが。1>, 1、はい、私にできることでしたら何でも。2、早く僕のところに来てくれればよかったのに。3、ちょっとじゃなくても構いませんよ。 7番、明日のパーティー何時からだったっけ 1>, ?1、確か6時からだったと思うけど2、6時にもうやり終わったんだけど3、早いと思えば6時にしたいんだけど 八番、みちこさん、ちょっとお聞きしたいことがあるんですが。一、聞きたければ聞いてもいいですよ。二、はい、どんなことでしょうか。三、ちょっとなら大丈夫ですわ。 9番。先生、父は手術をしなければならないでしょうか。1、いいえ、しないとも限らないと思いますよ。2、いいえ、しなくてはならないと思いますよ。3、いいえ、しなくても済むと思いますよ。